ママさんがキリンさんに言いました。どうしてそんなに首が長いの？バブねえ、早く引いてよシファン。お腹ペコペコ。シナモン、ご飯まだ。あ、もうちょっとでできるからみんな待ってて。うん、あ、お腹すいた。お腹すいたよ。あれは。クッキーだ。おいしそう。へへ、ちょっとだけね。おいしい。もう一枚くらいいよね。たくさん遊んだね。
しょっと。え、もうおしまい？今日はお泊まりだからまだまだ遊べるよ。でも、もうご飯も食べたし、お風呂に入って寝なくちゃ。僕、お風呂には入らない。え、どうして？寝る前にはお風呂に入らなくちゃ。いいよ、シナモン一人で入ってきて、僕は遊んでるから。でも今日はお外でいっぱい遊んだよね。うわ、見つけた。ちょっとね。楽しかったね。うん、でも体はいっぱい汚れてるよ。こんな体でお布団に入ったらお布団さんに嫌がられちゃうよ。うん、お布団さん汚れちゃうもんね。お風呂はすごく楽しいんだよ。とっても気持ちいいんだから。へえ、でもじゃあどっちがピカピカになるか競争しない？わかった、負けないぞ。やった。お風呂に入るのはお湯で体を流してからね。あったかい。気持ちいいね。それ、ジャブジャブジャブ。さあ、大きな波が来た。危ない、ヨットがピーン。わあ。楽しいね。スポンジに石鹸つけて、あわぶくぶ、あわぶくぶ、ぶくぶくゴシゴシ、ぶくぶくゴシゴシ。泡がいっぱいで気持ちいい。よし、僕もピカピカになっちゃう。よかったね、シナモン。そうだね、とっても楽しかった。どっちがピカピカかな。どっちだろう。同じくらいピカピカだね。じゃあ次は何して遊ぼっか。でももうお休みの時間だよ。でも僕もう少し遊びたいな。だけどみんなももう寝てるみたいだよ。ほら、オッケー。
待たせ。よし、モカも来たし、何して遊ぼうか。可愛いバッグだね、モカちゃん。本当だ。ちゃんとお家から準備してきたの。何が入ってるの？ハンカチにティッシュ、ブラシ、それにお気に入りの髪飾り。ちゃんと準備してきたんだ。すごいな。見て見て、私は何にも持ってきてない。この方が思いっきり体を動かせるんだもん。さあ早く遊ぼう。あそこも見て。この瓶がいっぱいになるまで集めよう。うん。
今日はこれから何して遊ぶ？みんなでラワンの森でお絵かきしようよ。お絵かき。賛成。僕も賛成。僕お絵かき大好き。綺麗なお花は咲いてるかしら。じゃあジュース飲み終わったら出かけよう。ごちそうさま。待って、僕おしっこしてくる。じゃあ僕も行く。赤ちゃん、おしっこしなくて大丈夫？じゃあちょっと待っててね。行く、エスプレッソ。うん。それじゃあラワンの森へ出発。
ようかな。シナモン、じゃあ私は裏庭で準備をするわね。うん、お願い。はい。こんにちは、シナモン。今日はランチパーティーに呼んでくれてありがとう。ごめんね、まだ準備しているからもう少し待ってて。うん。シナモン、テーブルクロスはこれ？うん、そうだよ。あとはお皿も運んでね。はい。僕たちも何か手伝うよ。よいしょ。はい。お手伝いするって楽しいね。ミルクもお手伝いがしたいみたい。ほんとだ。ミルク、ありがとう。じゃ、一緒にね。シナモン、僕は何を手伝ったらいい？じゃあ、このハンバーグをそのお皿に盛り付けて。オッケー。できたよ、シナモン。ありがとう。あれ、でもなんだか変だ。ほんとだ。たくさん入ってるお皿とちょっとしか入ってないお皿がある。うん、そうだね。これを一つこっちに入れたら。うん、できたよ。ありがとう。これで同じになったね。ねえ、次は何をしたらいい？じゃあ今度はパンにトマトソースを塗っていろんなものを乗せてね。僕ピーマン嫌い。えい。あ、エスプレッソ。今ピーマン隠したでしょ。僕知らないよ。トッピングをして楽しいことができるんだよ。こうしてチーズを乗せたパンの上にいろいろ乗せていくんだよ。プレート、プレート。ほら、お絵かきみたいで楽しいでしょ。
どれがいいかしら。うん、これにしよう。わや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 わだよ。ああ、カプチーノのとこぐちゃぐちゃ。ほんとだ、お片付けしなきゃね、カプチーノ。え、お片付け？いい？僕、次お絵描きして遊ぶ。ちょっと。赤いクレヨンはっと、あれ？どこかな？おかしいな。あれ？ない、ない。ああ、カプチーノどうしたの？僕の赤いクレヨンがないんだ。ええー、クレヨンさんがどこかに紛れて迷子になっちゃったのね。ほい。クレヨンさんが迷子？おーい。おーい、赤いクレヨン。どこへ行ったんだ。いたか。ダメ、向こうにはいなかったわ。ああ、そうか。一体どこへ行ったんだ。なんだなんだした、どうした、何があった。ねえ、みんなどうしたの。あのね、赤いクレヨンが迷子になっちゃって。大変。みんなで探さなきゃ。みんな、どこ。僕も家に帰りたいよ。クレヨンさんかわいそう。ね、そうでしょ。だったら探してあげましょうよ。うん。じゃあまずはここをちゃんとお片付けしなきゃね。うん、お片付けする。よし、それじゃあみんなでお片付けしよう。ああ、それにしても本当にぐちゃぐちゃだね。えへへへ。いや、それほどでも。何からお片付けしようかしら。これは？絵本ね。絵本はこの本だな。にと。わあ、僕も片付けする。
くれるよね。明日はカプチーノの誕生日だもんね。素敵なプレゼントが見つかってよかったね。素敵だ。あれ、ムカちゃんとシフォンだ。何してるんだろう。行ってみよう。おーい、シナモン、エスプレッソ、こんにちは。こんにちは。二人でどこか行ってたの？うん、ラワンの森にね。明日のカプチーノの誕生日のプレゼントにって葉っぱと木の実を取ってきたんだ。綺麗な葉っぱと木の実だね。きっとカプチーノも大喜びね。二人はここで何してたの？私たちはここでお洋服を見てたの。ほら、とっても可愛いでしょ。ほんとだ。私もこんな可愛いお洋服が着てみたいな。そうだ、明日のカプチーノの誕生日パーティーはみんなお洋服を着ていこうよ。素敵、私は大賛成。私も賛成。僕も賛成。だったらカプチーノにも何か着るものをプレゼントしてあげたいね。うん、何がいいかな。そうだ。どうしたのシナモン。こんなのはどうかな。あ、やってこうやって。うんうん、なるほど。それでね、こうしてああして。すごいすごい。それならカプチーノも絶対喜ぶよ。だったら今からすぐに作ろう。あみんなで記念写真を撮ろうよ。そうしよう。
揃ってるかな。はーい。今日は初めて会うお友達もたくさんいるので、ハイキングに出発する前に自分の名前をみんなに知ってもらうようご挨拶しましょう。どうしよう、エスプレッソ、みんなの前で挨拶するんだって。お名前を言えばいいんでしょ、簡単さ。みんながどんな風に挨拶をするのかちゃんと見ておかないと。コアラです、よろしくお願いします。おーす、トラノスケだギャー、よろしく、ゴー。キリンのリンコです、よろしく。すごいな、僕ちゃんとお名前言えるかな。大丈夫だよ、ちゃんといつもみたいに笑って言えるよ。おーっとと、チータローです。チーターなのでかけっこが得意です。今日はよろしくお願いします。チータローくんは立派な挨拶ができたわね。すごいわ。すごいな、僕だってあれくらいの挨拶できるもんね。じゃあ次は君たちね。え、はい。僕はエスプレッソです。ギターやピアノ、バイオリンを弾くのが得意なんだ。みんなよろしく。よくできました。じゃあ次は君の番ね。どうしたのかな。しな、もう少し大きな声が出せるかな。シナモン、頑張って。シナモンです。はい、次は。ハイキングって楽しいね。シナモン、ねえ、みんなの前でお名前言うのって難しかったね。僕とってもドキドキしちゃった。僕もだよ。でもエスプレッソは上手にお名前言えたよね。シナモン、だけどまたお名前を言うことがあったら次はちゃんと言えるような気がするんだ。そうだね、次は大丈夫。うん。しばらくここで休憩します。今からみんなにおやつを配るので、一人ずつ名前を呼ぶから大きくお返事をして取りに来るのよ。シナモン、おやつがもらえるんだって。何がもらえるか楽しみだね。コアラくん、はーい。チータローくん、はーい。はい。リンコさん、はい。今度はちゃんとお返事できるかな。大丈夫だよ、シナモン。エスプレッソくん、はい。シナモンくん、はい。まあ、元気ないいお返事ね。ありがとう。ハイキングってすごく楽しいね、エスプレッソ。早く使
ないかな。私もお腹ペコペコ。えへへへ、僕も。皆さん、もう少しの辛抱ですよ。さあ、着きましたよ。ごちそういっぱい用意したよ。さあ入って。やったー、ごちそうだってシナモン。うん、ごちそうだよカプチーノ。さあ上がって上がって。いらっしゃいませ。皆さん、お食事の用意ができましたよ。どうぞこちらへ。お食事。わー、すごい、ごちそうがいっぱいだ。わー、おいしそう。ケーキもあるわ。ブブバブ。どう？みんな、おいしそうでしょ？皆さん、ここにあるお料理は好きなだけお皿にとって食べてくださいね。何回でもおかわり自由ですよ。おかわり自由？それじゃあ早速いただきます。カプチーノ、ちょっと待った。ダメダメ、食べる前はちゃんと手を洗わなきゃ。あ、そっか、てへへへ、ごめん。みんなも食べる前にはちゃんと手を洗おうね。さあ、みんな手も洗ったし食べようか。好きな料理をいっぱい取って食べてね。よーし、僕全部の料理食べちゃうぞ。私だってじゃーん、でかい。その隣のピラフもスプーンで、サラダは？はい、サラダはフォークです。そうだね。じゃあスパゲティは？あー、これは僕もわかるよ。スパゲティはフォーク。そうそう、次のエビフライ、唐揚げ、ハンバーグ、ソーセージもみんなフォークだよ。そっか、じゃあケーキはどっち？ケーキはね、スプーンでも食べられないことはないけど、やっぱりフォークの方が食べやすいよね。へえ、エスプレッソって何でも知ってるのね。いや、それほどでも。あ、アイスクリームとプリンはスプーンね。みんな、覚えておいてね。あれれれ、おいしい。ハンバーグもおいしいよ。おいしい、私ケーキ大好き。バイブー。うん、おいしいね。おいしかった。うん、お腹いっぱい。みんな食べ終わったかな。それじゃあ最後に、ごちそうさまでした。モカちゃん来てるかな。きっと仲良く遊んでるよ。あ、あそこ、いたいた。あれ、何やってるんだろう、あの二人。とにかく行ってみよう。あれ、どうしたの二人とも。モカちゃんなんて知らない。私だってシナモンなんて知らない。
なんて。何があったんだろう。あの二人が仲良しじゃないと僕たちも楽しくないよね。うん、みんな仲良しが一番だもんね。そうよね。早く二人に仲直りしてもらおう。でも仲直りってどうやったらできるのかな。僕知ってるよ。本当に？うん、喧嘩したらごめんねって言えばいいんだよ。そっか、そうだよね。じゃあ早く二人にごめんねって言ってもらおうよ。うん。シナモン、早くモカちゃんと仲直りしようよ。ごめんねって言えばすぐに仲直りできるよ。シナモン、だって僕モカちゃんのためにチョコレート作ってきたんだよ。それなのに。モカちゃんのためにチョコレートを作ってきたんだ。話してあげて。うん、モカちゃんがどう思っていたかをシナモンに話してあげるの。それはいいかも。じゃあもう一回やってみよう。今度はちゃんとごめんねって言えるよね。シナモンはモカちゃんのためにチョコレートを作ったんだよ。なのにチョコレートなんて持ってくるからって言われたから。私のために持ってきてくれたのにな。うん、私言い過ぎちゃったかもしれない。ごめんねってちゃんと言おうよ。うん、私シナモンと仲直りがしたい。とっても大事なお気に入りのお洋服だったんだって。そうだったんだ。シナモン、ごめんねって言っちゃおうよ。うん、僕モカちゃんと仲直りがしたい。つなごう。ねえねえお母さん、バスまだ？ん？そうね、もうすぐ来ると思うよ。あー楽しみ。今日はみんなでショッピングセンターでお買い物。ワクワクする。うん、私もワクワクする。お買い物大好き。みんな大はしゃぎね。あ、バスが来た。さあみんな、バスの中やスーパーの中ではお行儀よく私と手をつないでいること。はい。特にバスの中では静かにしていること。走り回ると危ないから気をつけるのよ。はい。じゃあ手をつないで乗りましょう。あれ？あれ？ほら、バスの中では走っちゃダメって言ったでしょ。わかった？はい。僕、ココアを飲むコップが欲しいな。私、ブローチ。私はシフォンケーキが食べたい。
新しくて大きなスーパーね。わーいわーい、早く中に入ろうよ。はいはい、じゃあみんなこれから中に入るけど、絶対に私のそばを離れないように。みんな分かった？はーい。じゃあみんなで手をつなぐわよ。手をつなごうって言ったでしょ。うん、ごめんね。みんな手伝ってくれてありがとう。あ、美味しそうな果物がいっぱいね。あら、あら。美味しそう。美味しそう。あ、シュークリームだ。にしましょう。あとでみんなで食べましょうね。パンジーは大好きなのよね。あら、パンジーどこ行ったの？え、パンジー、あ、シファーもいない。うわ、大変だ。二人ともどこへ行っちゃったんだろう。とにかく探しましょう。うん、美味しそうね。パンジー、シファー、これ買って。あれ、あれ、ママいないよ。あれ、本当だ、シナモンとモカもいない。これって迷子になっちゃった。パンジー、シファー、あ、あれは、あ、いた、パンジーとシファーだ。あ、ママ、シナモンとモカ。こら、パンジーにシフォン、私のそばを離れちゃダメって言ったでしょ。よかった、本当に心配したんだよ。ごめんなさい。ねえみんな、これからはちゃんと手をつながない？そうしたら絶対はぐれないよ。賛成、賛成。さあ、じゃあこれからみんなが買いたいものの売り場へ行くわよ。でも静かにしていてね。とか2番とかいうやつだよ。あ、そっか。じゃあ僕が1番。待って、バブー、あ、ポリソンド、わー、きれいに
がいっぺんにバスに乗ったらどうなると思う？大変だ。順番ちゃんと守らなきゃ。うん、じゃあさ、みんなで順番を決めようよ。そうね、この中で誰が一番か決めようよ。うん、でもどうやって？はい、かけっこ。一番。やだやだ、かけっこなんか絶対にやだ。じゃあ何する？虫捕り。ダメダメ、私虫嫌い。じゃあ順番を決めるにはどうすればいいかを決めるゲームは？何それ？だから順番を決める方法を一番早く思いついた人が一番ってこと。ダメだ、僕わかんないよ。やっぱりここだ。とってもいい匂いね。あ、お姉ちゃん、あそこだよ。わー、おいしそう。へへ、おいしそうでしょ。これバナナキャラメルクッキー。早く食べたいな。バナナキャラメルクッキー、私たちにもくださいな。いいよ、それじゃあ順番に並んでください。はい。ちゃんと並んでる。バブ、私たちも並びましょう。あ、待って、話しもだます。はい、どうぞ。やった。はい、ふふふ。
どうしたの？おばさん、あのね、車の後ろにシフォンがいるの。シフォン、無事だったね。教えてくれてよかった。あのまま下がってたら大変なことになってたわ。みんな、車の後ろはとっても危ないから絶対に近づいちゃダメよ。ボールで遊ぶなら広場か公園、いい？うん、私もう絶対道路や車のそばで遊ばない。ねえシナモン、その中に何が入ってるの？これ、エスプレッソへのプレゼントなんだけど。まだ内緒。やっと着いたね。こんにちは。はい、シナモンです。エスプレッソいますか？どうぞお入りください。プレゼントがあるんだ。僕に？なになに？エスプレッソの大好きなものだよ。へー、なんだろう、早く見たいな。これが僕へのプレゼント？うん、開けてみて。うわー、ドキドキするな。食べるのがもったいないな。このまま置いておきたいよ。え？ダメ！ねえみんな、これ今すぐ食べましょう。え？シフォン、どうしたの？急に。だって私、車のそばで遊ばないって決めたから。それがあったらみんなと遊べないわ。だから早く食べちゃう？え？シフォン、本当は早く食べたいだけなんだよね。歯磨きできるかな？ねえカプチーノ、僕が作ったお弁当おいしい？うん、おいしかったよ。なったら眠くなってきちゃった。歯磨き気持ちいい。あれ？
君もお腹が空いてるんじゃないの？え、僕まだ空いてない。あれ？お腹空いたら食べていいわよ。僕歯が痛いの。あらあら、大変。口を開けて見せて。あ、まあ虫歯になっているわ。虫歯。虫歯は食べかすのついた歯にバイ菌が寄ってきて攻撃するの。虫歯怖いよ。虫歯になりたくなかったらまず歯磨きだよ。僕はご飯を食べた後いつも歯磨きしてるから。ほら。ねえリスさん、歯磨きってどうすればいいのか教えて。オッケー。じゃあみんなよく見てね。はい。まずこのチューブを歯ブラシの上に絞っていくよ。シャッカシャッカシャッ。最後はお口をクチュクチュして。あ、気持ちいい。わあ、僕も歯磨きしたい。さっきお昼食べたばかりだし。そうだね、じゃあ僕たちもやってみよう。僕も歯磨きしてみたい。坊やの歯はママが磨いてあげるわ。うん。じゃあみんな歯の裏側からしっかり磨いてね。はーい。はい、次は歯の表側。うがいをして。うわー、お口すっきり。歯磨きって気持ちいいね。うん、僕歯磨き大好き。食べた後にはしっかり歯を磨くのよ。はーい。ねえシナモン。なに？僕もっと歯磨きしたくなっちゃった。お弁当食べるからもう一度作って。いえ、カプチーノ。ブグル。こんにちは。こんにちは。やあ、僕はクール。こっちは妹のブールだよ。僕はシナモン。私はモカ。カプチーノだよ。こんにちは、ブール。ほら、ブール。お兄さんと一緒に挨拶してみようよ。僕にいい考えがあるよ。なになに？みんなでこんにちはごっこをしてみようよ。こんにちはごっこ？うん、楽しいよ。先頭の人が次の人に挨拶したら、今度は一番後ろに並ぶの。次に先頭になった人もその次の人に挨拶をして、また後ろに並ぶんだよ。すごい！
これなら何回も挨拶できるのね。楽しそう。じゃあ行くよ。こんにちは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 。すごいすごい。ちゃんと言えたね。今度はブールの番だぞ。頑張って、ブール。いっぱい息を吸い込んで。ちゃんとできたじゃないか。よかったね、ブール。なんだかもっとみんなにこんにちはって言いたくなっちゃった。じゃあみんなでこんにちはって言いながらシクルタウンを回ろう。こんにちは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 。ああ、こんにちは。こんにちは。よう、こんにちは。こんにちは。よう、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。